休みの激しい芸能界。今年も多くのニューヒロインが生まれ、女性タレントたちの市場価格は大きく変動している。週刊ポスト2015年7月 17.24 日号では、大手広告代理店が CM 出演交渉のために作成した最新のギャラリスト年間契約推定金額を独占入手。本来は決して表に出ない極秘資料を公開している。例えば、女優ジャンルでは、映画、海外ダイアリーに出演した綾瀬はるか、30歳、6000から7000万円。長澤まさみ、28歳、5000から6000万円。夏穂、24歳。広瀬すす、17歳、2500から3000万円。の、奇跡の美人4姉妹が再注目。全員が揃って高評価だが、特筆すべきは、末っ子の広瀬だ。また17歳ながら、堂々の3000万円。雑誌、セブンティーンの専属モデルを務めていることから、現在もモデルとして扱われている。広瀬は、この1年で、一気に、キャラが数倍になった。アマちゃんで大ブレイクした有村架純、22歳、4000から5000万円と似たパターンだ。その有村は、映画、ビリギャルのヒットで、さらにオファーが殺到していて、仕事を選ぶ立場になった。彼女が、生理用品の CM に出ることが決まった時は、業界内でもどうやって口説いたんだ。と、話題になった広告代理店キャスティング担当者、